おはようございます。フォルテです。シャキーン。本日は僕の配信機材を紹介しまーす。よいしょー。向き。まあこのファツオリのフルコンサートピアノがあるスタジオの、僕がいつも皆さんにね音楽を届けてるこのスタジオにある配信するための機材紹介をします。約、1年前とはね全く違う環境で今は YouTube を撮ってます。今までは僕は iPhone で動画とかを撮ってたんですけども、カメラ、マイク、ライト、ピアノ、音響、すべてを整えました。破産バイ。あの皆さんにね、配信とかどうやってやってるんですかとか、マイク何使ってますとか、カメラ何使ってますとか結構聞かれるので、答えていこうと思う企画です。まあね、これは普通の普段のライトです。照明を使ったかっこいいライトに進化します。よーい。そして、はい、こんにちは皆さん、どうでしょうか。結構いい感じじゃないですか。まあこういう感じでいつもね生配信とかをするときには届けております。あ、忘れてました。まずほんな一つ目に紹介していくのはライトです。このライトなんですけど、まあ配信の気分によって結構色を変えたりとかします。使わない時もあります。それ以外にもこの上にあるスポットライトは自分でコツ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  DIY しました。天井にぶっ刺して、よいしょよいしょよいしょって1万円ぐらいでできましたね。はい。で、まあこのスポットライトをしたことによって鍵盤がね明るくなったので、もともとこのピアノが来た時には鍵盤が暗かったんですよ。こんな感じの中動画を撮ってました。ちょっと手元が見えづらいですよね。だからスポットライトを自分で DIY しました。もう一つライトがございます。メインライトである今僕を照らしてるこのライトがあるんですけども、こういうライトです。この大きなライトで僕の顔をハンサムに映して、で部屋の照明は全部消して、カーテンも閉じて、完全に光が入らないようにして、メイン照明、スポットライト、バック照明っていう感じでライトを駆使して YouTube を配信します。まあそれをすることによってかっこよくなりますよね。ではマイクの方を紹介していきましょう。ノイマンっていうマイクを2本低音側に設置してます。低音側、中音側、これを2本こういう感じでやってます。それで低い音と中音までの音を録音します。そしてオーディオテクニカの4050っていうマイクがございます。このマイクで高音側の音を2本立てて、このマイクもこうやって2本立てて、この4本のマイクを駆使して YouTube を撮ってます。これマイクだけですので、これを録音するためのオーディオインターフェース、そしてそれを動かすための MacBook Pro とかもございます。今撮ってるこのカメラは α6600 っていうカメラにレンズをつけて撮ってます。最近一眼にデビューしました。まだ使い方が分かりません。だから全部オート全部オート、機械にお願いしますっていう感じでね撮ってます。普段動画を撮影するときに、二点視点の場合はこのいわゆる引いてる姿だけを撮るカメラと手元だけを撮るカメラっていうのでビデオカメラを使ってます。ここら辺に三脚立てて、皆さんに見えないところにビデオカメラ立てて、手元の映像をここで撮るっていうね技を駆使してます。このカメラはねもう結構使って長いですよ。1年ぐらい経ってます。生配信で複数台カメラを使用するときにはこの機材を使います。でオーディオインターフェースっていうので、まあ音をこうでね1234ってあるじゃないですか。この1234の例えば1番マイク、2番マイク、3番マイク、4番マイク、低音側の音がちょっと足りないなってなったらコネコネして、でまあ中音側の音がもうちょっと欲しいなってなったらコネコネして、あ、こうもっと欲しいなって言って、あ、うるさいうるさいってなったらまた全部ゼロに戻したことはないんですけども、ちょっとずつね減らしたりとかやったりとかするオーディオインターフェースです。これを通してその集約された4つの音を
レコーディングするのが MacBook で撮ってます。僕はね、機材はね、何がいいかあんま分からないのでね、三浦さんっていうね、今勝手に名前出しちゃったけど、まあ僕の CD とか作ってくれるプロのねエンジニアの方がいるんですけども、その方に大体機材買う前はね相談して買ってます。何がいいかは分からないんですけども、もう三浦さんはレコーディングエンジニアなので、今までたくさんのものを買って良かったものを最終的に教えてくれるのでありがとうございますっていう感じで買いました。まあね、結構これを頑張って使って皆さんに音を届けることができてます。皆さん、さっきから音の話ばっかしてマイクマイク言ったんですけどもね、映像の話をするの忘れてました。生配信する際にはこのゲームボードキャプチャーっていうね、まあゲーム配信者とかよく使うものがあるんですけども、これをカメラにぶっ刺して、またこれもまた線でぶっ刺して Mac につなげて、やっとカメラの映像が映るっていうね、ありがとうねいつも、うん、っていう感じで、これを使ってます。ないとね音だけ配信になっちゃうのでね。でそれ以外にもこのヘッドホンを使って自分の配信する音を確認して、収録する際の音も確認して、それが OK だったら収録開始って言ってね、 YouTube の動画を撮るようにしてます。じゃないと低音ばっかになったりとかしてしまって、全く上の音が聞こえなかったりとかする事件が起きてしまうので、きちんと確認をするようにしてます。で今のは実は有線でじゃないと使えないので、Bluetooth で確認する際もあります。 YouTube の動画がどのようになってるのかっていうのを確認しないといけないので、その際の、ヘッドホンはソニーのヘッドホンを使ってます。これはね Bluetooth で結構ねノイズキャンセリングされてるそうなのでね、いいです。さっきのオーディオインターフェースはピアノの音を4つ取るためのオーディオインターフェースでしたよね。僕生配信の時に結構声がちっちゃいって言われたんですけども、最近マイクを導入しました。おしゃべりマイクです。そのおしゃべりマイクのためのオーディオインターフェースがこちら、ヤマハの AG06 というオーディオインターフェースです。生配信する際はさっきのピアノの音を4つ取るオーディオインターフェースと、この僕のおしゃべりだけのオーディオインターフェース、2個オーディオインターフェースを使うんですね。すごい、もうなんか機材だらけそんな感じの2つのオーディオインターフェースを駆使して YouTube 配信ができてます。まあでも僕ももともと iPhone から少しずつ少しずつ機材強化していって、ピアノという楽器も強化していって、少しずつ配信環境がより良くなってます。で、まあこれだけでは音はよく取れません。マイクの音っていうのは環境の音もしっかり拾ってしまうので、ある程度デッドな環境が必要です。外の音が入らないようにとか、あとはなんかピアノの音が響きすぎないようにとか、いろいろしないといけないので、これ音を吸うカーテンを用意してます。まあこれ天井からつけてもらって、まあ音を吸うようになってます。だからとマイこの感じで無駄な響きをなくしてます。というわけでね、皆さん僕の配信環境よかったら参考にしてみてください。音も正直マイク2本でも大丈夫です。4本はちょっとやりすぎかもしれないですけど、もう CD でも作るんかいっていう感じなんですけども、いいピアノがあるんで、せっかくだったらいい音を聞いてほしいなっていうのでやってるっていう感じですので、もうここまで来ると自己満足の世界、うん。だから正直ね、僕は1年前の動画見てもらったら分かると思うんですけども、 iPhone だけで、音も iPhone の直撮りでやってましたので、自己満足の世界なので、皆さん沼にはまらないように、機材沼にはまると大変なことになっちゃうんですので、皆さんもね楽しんで YouTube を続けてみてください。皆さんもねたくさん見てくれてありがとうございます。というわけでね、ここまで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。それではバイバイ。